リバー・ストーン の、 あの監督をはじめ、両首脳の、外交国政、についての国内からの批判ことが、まあ、オバマさんの横で被爆者、あの真珠湾に沈む戦艦アリゾナの上に建てられた記念館で訪問、安倍首相が真珠湾に慰霊のために行くのなら真珠湾をはるかに超える犠牲者を出した南京、ハルピン、マレーシア等にも追悼に行くべきだと。米国の犠牲者には慰霊をするけど、アジアの犠牲者の追悼を無視することは断じて許されることではありません。いうことをこの、村山大隆島です。あのお手元にありますあの A4 版の、あの会の名前での声明を、ご覧ください。今脇に安倍さんもいたわけですから、今にこれは日米との関係で、あの考えていると思います。だからアジア特に中国を侵略してそこに謝罪行くというこういう発想は安倍さんの中に今回は全然感じられない。そのサファーと保守の国内外のそれらの施設記念碑等への喧嘩や同盟の一番の戦争被害をかけた中国や韓国やマレーシアやそういったアジアの諸国の戦争、侵略戦争の被害者のところへ行って、心からの追悼と謝罪を行うのか、それを見なければ、あの真珠湾行ったからいいんじゃないかと、そういうことは言えないと思います。むしろ非常に彼の危険な歴史歪曲の歴史観にのっとった行動が今回のアメリカには頭を下げるけども、アジアには頭を下げないという行動だったと思って私は非常に批判的に見ております。あの時の司法の非常に印象に残ってますけど、正式な法律ができて